もうちょっと。かなちゃんは出てないんだよ。もうちょい。出てます。もうちょい。はい。私は？はい。そんなもん。はい。あ、ちょっと暗いな。ですね、非常にこう武家屋敷的な町並みが、ここね、おかえりモネもモネちゃんもここ自転車でさっそうと行きましたけどね、まあ、そんな感じですね春蘭亭の入り口ですね、もうちょっとさあの寄りたいなと思うんですけども、いい天気で、なんか秋とかに来ても奥、ね、には開放感秋、はい、に来ても紅葉綺麗です。そうです、紅葉が紅葉するんです。秋の夕方がいいです、でここが赤い方の正面のイメージですね。あ、なくなってすごいいいですよね。こういうところがですね、ちょっとこの先まで続いてて、あと警察資料館とかあるのかな。いや、ここはないから。さっき山口みたいに良かったね。ちょっとじゃあ写真で撮ってみますね。見ていただいた方が分かりやすいんじゃないですかね。ではお邪魔いたします。熊健吾さんです。そうです。誰なんですかって言っちゃったけど、熊健吾さんですね。まあ、多分あと こっちの建物とかですかね。ですね。デザイン的に。これってあれですか、あの足とかでこう表現するときに。そうです、そうです、そうです。もう一回やってもらっていいかな、じゃあ今の。するときに。もっと響くかな。今は上にね、登れないんですけども。私なんかこの前に来た時に解説してもらうから乗ってみていいですよ。6枚なんで体験しますけど、もっと響きます。ここで、あのポスターにあった壁の丘、このここもすがすがしいですよね。こういう竹林がね、非常にスクリーンが綺麗でございます。ちょっとじゃあここでも写真撮っておきますか。ここなんかありましたっけ。なんか濃な感じでいいじゃん。
表現じゃないかちょっとわかりませんが、え、何のくぐった方がいい、うん、止めのでくぐればいいですか、じゃあ準備できましたか？ちょっとわかんないけど、なんかもっとないのかな？こっちが我々舞台の方、あのこっちから観客席から来ましたよね。ドラマ上では何からです？もうありますね、会員。でもなんかこっちから撮ってた。なんかあれもなんかあこっちか。すごいね。わかんないんだもん。私の充電もございません。いいですね。これでもうすでにやっぱりお帰りみたいな米を盛り上げよう。頑張っております。モンスターも頑張っておりますね。ここですね、ブサンカのレストランがあるからですね。ブサンカのところに見てみましょうか。入店される前にですね、手指の消毒をいたします。あなたの体温は 35.8 度です。ありがとうございます。南三陸ホテル海洋気仙沼ホテル海洋プラザホテル3つ揃っております。ありがとうございます。あなたの体温は 36.0 度です。地元のファン、これが油麩ですよ。ああ、これが油麩です。これが油麩
い、マスナリコちゃんです。偶然今偶然会いました。お声掛けいただいて、もしリアルで、はい、バス会社の方はひまわり交通です。はい、ありがとうございます。はい、今、はい、早速連絡入れておきます、ひまわりさんに。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも、今すぐ連絡入れて、やばい、これいつ流れてるんですか。編集して、ちょっと時間早めかもしれません。あの、ごめんし、ごめんし、みたいな、だろう、今週出ます。はい、すいません、よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。タクト汁、油うどん、シナそば、海鮮丼、随分お若い方に。ネットショッピングはこちらから。